仕事のオファーがあったことのない方からその SNS を通して私のプロフィールを見てもらって来たりがすごく多くて、やっぱりそれはなんか新しい時代というか。専門としては本や雑誌のレイアウトをするエディトリアルっていうのが専門になります。それは、やっぱりフリーランスで時間が自由に使えるので、それは本当にすごく良くて、去年すごく長い休暇を取ったんですよ。8ヶ月っていう、なんかヨーロッパに行って語学学校とかに行きました。なんだろう、ルーティンのお仕事とか毎月のお仕事とかはやってたんです。やっぱりもうラップトップと Wi-Fi があればできちゃうので、全然何の問題もなく回っちゃってそれもすごい発見で、すごい良かったです。他のフリーランスですとか制作事務所みたいなところと組んでやったりするんですけど、話し合うというかコミュニケーションをちゃんと取らないとうまくいかないかったりする、修正が多くなっちゃったりとかが多いので、ポイントを押さえてやっていこうっていうのはすごい心がけています。やっぱりチームでやるのもまた人に違ってやりがいがありますし、コンペに参加して、通過した時はやっぱりすごい嬉しいです。すっごい辛いカレーにハマってますそれぐらいかな。すごい辛いけどなんかやみつきみたいなカレー屋さんによく行ってます。